原音エアー。さあ2016年になりました、日本現代音楽協会新春恒例の現代の音楽展、今年は2月6日と2月7日の2日間の開催になります。今年は例年とは少し趣向を変えまして、こちらにいらっしゃいますピアニストの高橋明さんをメインゲストとして2日間のミニフェスティバルのような開催にしたいと考えています。それでは早速高橋さんのお話も交えながら紹介をしたいと思います。まず2月6日土曜日初日なんですけれども、はいはい、なんと高橋明さんが公開レッスンをされた。そうですね、あまり私の記憶にないんですけど、ね、初めてだと思いますけども。そうですか、はい。しかもその取り上げる曲がまた面白くてですね、はい、シューベルトの曲もあれば、はい、松平良明さんの曲、 そうですね、それから湯浅丈司さんの曲というふうに、はい、実は、今回、この2日間の音楽祭に、サブタイトルがありましてね、はい、シューベルトコンテンポラリー高橋明ということで、まあ、いつもの日本現代音楽協会とはちょっと違ってですね、ただ現代音楽の新作ばかり並べるのではなくて、ちょっとクラシックの作品とも対照をしながら、はい、あの新しいこう触発を生んでいこうというような形で、企画が進んでまいりました、はい。そしてこの公開レッスンの後に、はい、今度は、まあ、日本の今現代音楽作曲界の重鎮のお二人であります松平良明さんと湯浅丈司さんの、レクチャーがあると。そうです ね、はい、これもなかなか聞き逃せないところですね。本当にそうですね、はい。で、この初日2月6日の最後に今度は、ピアノミニリサイタルがありまして、はい、高橋明さんともう一方、はい、まあ、若手の今新進気鋭で大活躍の佐藤祐介さんのお二人によるミニサイタルですね、はい。佐藤祐介さんね、もうこのとこ大活躍で楽しみですね、うん。そうですね、次々 ね、新しい作品もやってるし、クラシックもね、やってるし、素晴らしいです。確か、コンクールの方の朝日現代音楽賞の、驚愕の時 ね、そうでしたね、朝日受賞者、そうですね、私の1年前でしたね、はいはい。で演奏なされる作品が、会員からの、作品も交えまして、日本現代楽協会会員の赤石直也さんの作品、うん、それから中川俊夫さんの作品、はい、そしてシューベルトの作品がそこに絡んでくるで、ね、ということになっております、はい。初日だけでもね、もうなんか3公演分ぐらいの内容があってすごいですね。そうですね、はい。で2日目が2月7日日曜日になります。公開レッスンでね、公開レッスンの成果発表で、はい、その受講者の中から、ね、特に優秀な方にこう演奏していただくというような、う、ね、まあ、特典が与えられるということですね、はいはい。 ね、はい。それから今度はなんと シンポジウムがございまして、パネリストがまた素晴らしい組み合わせですよ、はい。もうね、作曲家の、重鎮の一人近藤城さんと、それから評論家音楽学の、沼野雄二さん、はい、そして、まあ、シューベルトからそれこそ現代作品までもうあらゆる歌をものしてらっしゃる松平隆さん、大活躍の、はい、ね、松平隆さん、まあ、どういうこうお話が展開されるのか、シューベルトとコンテンポラリーというタイトルですからね、あまり想像つかないです。ちょっとどうなるのか全く、ね、予測のつかない、予測がつかないですね。聞き逃せない、楽しみですね、シンポジウムですね。そして最後に、メインのコンサートです、はい。第23回朝日現代音楽賞受賞記念高橋明ピアノリサイタル、はい。このラインナップがまた素敵ですね、はい。ベリオの作品に始まって、会員内から公募で、はい、の朝の藤井さんの作品、北園弥生さん、そしてまた松平頼明さんの作品、はい、湯浅丈司さんの作品、そうです、ね、で最後にシューベルトのピアノソナタ第21番ですね、はい。という大変盛りだくさんの、ね、開催になりますけれども、最後に何か一言、ご覧の皆さんに高橋さんから熱いメッセージをいただければ。なんか今回本当に原音の方たちでこんな素晴らしい企画をね作ってくださって、もうぜひ皆さんに 聞きに来ていただきたいと思っております。私も一生懸命最大の力を出して頑張りたいと思っておりますので、ぜひいらしてください。よろしくお願いします。はい。会場は東京オペラシティリサイタルホールです。2日間とも皆様の
ご来場を我々は、お待ちしておりますので、どうぞご来場ください。